なんで今フリーランスになったのか。自由で好きなことを仕事にできるじゃないと、これからの時代っていうのは生きていけないと思うんですよ。今日は僕がフリーランス美容師になった理由ですね。なんで今フリーランスになったのか、なぜなろうと思ったのかとかっていうのを話していこうと思うので、絶対に参考になるはずです。フリーランスって言っても大きく分けて2つあります。1つ目が業務委託っていうものです。業務委託っていうのは集客をお店に任せる、会社に任せるんですね。で、会社に任せる代わりに自分はその集客してもらったお客様を担当する。要するに集客は自分でしなくてよくて、来るお客様を担当させてもらう。それでフリーのお客様であったりとか指名のお客様でバックが違うってことですね。で、大体ですけどフリーランスで業務委託の場合は 40% から 60% のバックがあります。で、もう一つが面貸しですね。面貸しは集客は会社はしてくれません。ただお席を貸すだけですね。お席とか、席だけですよ。最低限必要なもの、コテドライヤーとかは保証してくれるけど、あとの薬剤のお金だったりとかっていうものは自己負担でやるものです。ただバックが 60% から 70% まで一番大きいんですね。ただ集客はしてくれないっていうことはあるんですけど、大きく分けてこの2つがあります。やっぱり、バックに関してはフリーランスの方がすごく大きいです。大きいんですよ。自分である程度の技術まで持っていけるのであれば、持っていけたのであれば、絶対にフリーランスをするべきだと思います。それはやっぱり今働いている会社よくしようっていうのはもちろんわかります。ただ自分が何がしたいのか、将来このままこの今お店が、電車だとしましょう。この電車に乗って行くと、でその電車の育成は線路が切れてるわけですよ。で、そのまま電車に乗っていって線路が切れてる会社で働くのか、それともしっかりと先が見据えた電車に乗って、その目的地までちゃんとたどり着く電車に乗るのかで全然違うんですね。で、僕は今まで働いてたところは、某有名なところですよ。やっぱりこう、バックが少ない割に支出が出るお金が多かったりとか、あといろいろこう自分の時間を削られたりとか、自分のしたいことができないとかっていうのはいろいろやっぱりあるんですよ。で、今自分が何をしたいのかっていうので方向性を決めた方がいいんですよ。だから今自分が本当にしたいことが今現実できているのか、できてないのであればすぐ場所を変えるべきなんですよね。場所を変えれば絶対に自分のやりたいこともできるんですよ。で、その中でフリーランスってね、今すっごく悪く言われがちなんですよ。フリーランスに行くと絶対に失敗するよ、フリーランスに行くと終わるよ、フリーランスはやばいよ、とにかく言われます、そうやって。でも自分でよく調べてください。それって人の意見だから、人の意見を一意見としては聞くといいんだけど、それが全てではないんですよ。だからその人の一意見を取り入れつつも自分でちゃんと調べるんですよ。こんだけ Google が無料でやってくれてるわけだから、自分でちょっと検索すれば出るじゃないですか、フリーランスの現状とかっていうの。で、そこで判断するべきなんですよね。やばいよ、あそこ行ったら終わるよって言われただけで、あ、フリーランスはやばいんだなっていう洗脳されてるだけなんですよ。だから自分でよく調べて行動するべき。その人の意見も確かにあるかもしれない、自分のことを思ってくれてるかもしれない。ただその裏には自分の会社に残ってほしいっていう上司の思い、会社の思いもあるんですよ。だってあなたが抜けたら困るからでしょう。でもそれはあなたにとって関係ないんですよ。会社がどうだろうが、じゃあ会社が潰れた時あなたの一生涯の保証してくれるんですか。そもそも50歳から上の美容師って魅力があると思いますか。需要があると思いますか。ほぼほぼないんですよ。
だったら自分の将来を自分で決めるべき、会社に委ねるんじゃなくて自分で調べて自分で行動して自分で発信して自分で決めるべきなんですよね。フリーランスっていうのもね、海外だと普通です。日本だとまだまだ少ない少ないあんまり良くないよって言われてるんですけど、海外だとフリーランスは普通です。で、今日本でもすごい増えてます、フリーランスのサロンが。で、フリーランスがこのままいくと2025年には美容師の、全美容師ですね、が今52万人言われてますよね、いるって。その中で 40% がフリーランスになるってあと5年後言われてるんですよ。で、5年後に僕のこの動画を見返してほしいんですよね。あの時あいつこう言ってたな、でもこいつああ言ってたら正解だなって絶対なると思うんで、どうですか？今楽しいですか？心の中で本当に自由で好きなことを仕事にできてますか？僕ね、自由でね、好きな仕事をするっていうのはすごい素敵だと思うんですよ。すごいやりがいあると思うし、楽しいし、ハートがすごい燃えるし、 1% の好きなことをするには 99% のやりたくないこともやらないといけないんですよ。これってちょっと何なのっていう話なんですけど、まあ、深く説明していくと、自分が本当にやりたいことってまずそこの市場を調べないといけないんですよ。やりたいことをやりたい、じゃあそれがどれだけの需要があってどれぐらいのお給料がもらえるのかっていうのを最低限調べないと、自分もご飯を食べないといけないわけだし、自分も家族がいると思うから養わないといけないんですよ。だからその養える市場でやりたいことをやるべきなんですよね。で、そのやりたいことをやるべきにはやりたくないこともやっていかないと、全部全部やりたいことばかりじゃないんですよ。だから今もし会社で自由が利かないとか何かあれば変えるべき、ただ変えるべきでもちゃんと自分のやりたい市場を調べるべきなんですよ。で、その市場を調べた上でこれがやりたいな、見つかりましたね、ゴールが。でもそのためにはまずスキルを上げていかないとここにはできないわけですよ。僕は、このままフリーランス美容師になってどうなりたいかっていうと、僕はね、海外に行きたいんですよ。で、海外と日本で両方働けて、日本から海外に行きたい人の架け橋になれたらいいなってすごい今思ってて、その英語の勉強もしてるんですけど、まず英語の勉強したいかって言われたら別にしたくないんですよ、僕はね。すごくバカだし勉強もできないし、だけどやりたいんですよね、海外に行きたいっていう目的があるわけですよ。だったらやりたくないけどやらないといけないんですよ。これが 99% のやりたくないことなんですよね。 1% でやりたいことのためにやりたくないこともやるんですよ。だからそのためにはまず自分は何をしないといけないのかっていうのを今逆算して計算しましょう。で、今それをするべきです。こうやって今ネットフリックスとかね、Atsumoriとかね、いろいろありますよね。ただその時間をスキルに変えないと、みんなが寝てる間、みんなが何かしてる間、プロ野球選手とかそういう人たちは何か練習してるわけですよ。その時間スキルを身につければいいだけなんですよ。だったら全然1年後2年後、まあ、1ヶ月後でも全然違う形が生まれてると思うんで。でね、今やりたいことが見つからないっていう人いますよね。今自分がやりたいこととか、あと自分がしたいことが分かんないっていう人いますよね。でもこの人たちっていうのはやりたいことは多分あるはずなんですよ、心の中には。ただどうやっていったらいいか分かんないとかっていうのが脳先に来ちゃってるんですよね。だからちゃんと整頓していくにはまずスキルをつけることで、視野を広げることでね、これだけ最後に言わせてほしいんですけど、自分の本当にやりたいことを自由で好きなことを仕事にできるじゃないと、これからの時代っていうのは生きていけないと思うんですよ。自分の好きなことを仕事にできればこれほど幸せなことはないんですよね。でも最初も言ったんですけど、やりたくないことも仕事にして、やりたいことを仕事にするっていうことがめちゃくちゃ大事なんで、やりたいことばっかり考えるんじゃなくて、これをやりたいからこのスキルをつけようっていうふうに考えていってほしいんですよ。僕は本当にそれがためになったし、本とかで読んでね、勉強してそれを学んで、じゃあこれをやるにはこれをスキルをつけようっていうふうに学んできたので、ってことでね、今の話がすごい参考になったなっていう人はいいね、
ボタンを押してください。美容ビジネスだったりとか美容のハウトゥーですねを発信していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。でね、もっともっと深く学びたいとか、もっともっとハウトゥー美容ビジネスについてこれから自分がどうしていきたいのかっていうのが分からない人っていうのは、概要欄にも貼ってあるんですけど、僕のオンラインサークルがあります。サロンじゃないです、サークルです。オンラインサークルで、違うね、コミュニティの違う、視野の人といろんな人とつながって自分の視野を広げて、自分のスキルを上げるもよし、自分の知識のスキルを上げるもよしなんで、そこでどん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 学んでいきましょう。で、学ぶことで自分のやりたいことが見えてきます。で、自分のやりたい目標に近づけます。ではお待ちしてます。お疲れ様でした。